まあ、あまり今まで書かなかった母ということを、母は98歳で、まあ、元気は元気なんですけども、私と言っても全然分かってないということなんですが、まあ、その母とのことを書かせていただきました。なんでそして天満宮かというと、母によくこの天満宮で通訳でもらいましてですね、これは大体この本堂で渡る廊下のとこだったと思うんですけども、これは多分小学校5年生か6年生かの背格好からして、母は大体合宿人間でしたらちょっと背の高い方かも分かりませんですけども、ここなんでこの髪型かこの髪型が流行ったか分かりませんけども、60ぐらいちょっとあったと思うんですけども、その方ぐらいですから、小学校5年生ぐらいでしょうかね、母が僕にも話していただきましたけども、中崎町の料理旅館で吸い込みで働いてる時に、私が会いに行ったりとか、母が私を会ってるところに連れに行ったりして、中崎町の商店街を歩いて、今もですから中崎町の商店街を歩くんですけれども、昔は映画館が2軒あって、よくそこで映画見に行ったりしましたが、随分寂れてしまって、今またいろんな焼き芋屋さんやたい焼き屋さんやできて、非常に人気やかになってます。で、人気やかになってよかったなと思ってるんですけども、そういう母との思い出の場所で今日は茶会に呼び出してもらうことにいたしました。